こんにちは昭和回想今回は特別編ということで2月13日に惜しくもこの世を旅立たれました松本零士さんのお話を少しさせていただきたいと思います。えー、また今回の動画はですね、えー、とコメントもすいませんオフにさせていただいて私からの一方的な情報発信、まあ、つまり独り言と。 いいいいいううこととで済ままさせてたただきたいなというふうに思います改めて松本零士さんのね、まあ、即席というか振り返ってみるとですね私も知らないこといっぱいありました。1938年1月のお生まれですから今回85歳で没せられたと。で私の父親が1936年生まれでまあ幸いまだ存命なんですけれども。 その世代ということで私はいつもあの父親とね同じ世代の人がどんな漫画を描いていくんだろうみたいなのを、えー、この10年ぐらいはそんな感じでいろいろと拝見したりしていましたところが松本零士さんデビューが早くてですねもうあの高校ぐらいからデビューされてるんで実際はもう70年ぐらいのキャリアってどう思われますかね通常人間って仕事って 40年ぐらいなもんじゃないですか長くても半世紀とね70年ってどういうことなんだろうっていうのを今回ねすごく、えー、感動っていうかねびっくりしましたじゃあ松本レイジさんに片道旅行でいいから宇宙に行きたいとかねいくつかのね、えー、テレビの番組とかでねあの語られることがあったんですけれども。 まあ本当にその魂は宇宙に行っててくれたらいいなと思いますね。で嬉しいのはあの私もそうなんですが H.G. ウェールズの SF とかね大好きだったということで初期の頃はあの少女漫画もね描いてみたりしながら松本明っていうねデビュー時の名義を使いながらそんなことをされながら SF とかのやっぱ作品をね発表されることが多かったみたいですね。ところが残念ながらね あんまり受けなかったとということで,、はい、で私が記憶している大ブレイクはやっぱりあれですね男を挑んですね、えー、当時親父が経営していた小さな町工場であのジュースと一緒にね、えー、その週その日ですね新しく出た、えー、雑誌これをねあの定期購読っていうかね、まあ、持ってきてくれてたおばちゃんが持ってくる漫画の中にアクションとか。 大人の漫画もちょっとあったりしたんですけれども私が小学校の時のお目当てはやっぱり「少年マガジン、えー、少年ジャンプ少年チャンピオン」えー、それから「キング」って言ったねあのー、分厚いね少年誌だったんですけれどもその中でねマガジンだったと思いますけれどもね「男をいドずっとやってましたね。はいこれはあの松本先生ご自身のその下宿時代の話も投影されているということだったんですけれどもあのー 本当にうまくいかない若者のしみじみした姿。であれは私が小学校3年とか4年の頃ですから、当時の世相を振り返ってみると、レナの,の学生運動のまあ末期の方ですね、浅間山荘の2、3年前、はいそういう時期だったと思います。やっぱりね、行き詰まった若者が多かったと思うんですよ。それをね、やっぱりこうやんわりと包んでくれるような優しい、 ドラマでしたよね、あれはね <laughs> 優しいっていうか切ないというかですねはいでもう一つ今回ね、えー、気が付いたっていうかあの調べて分かったんですけれどもやっぱクラスチック音楽のファンだったということで,で例えばですね「ハーロック」ですよね「アイパッチと肩に黒い鳥」っていうのははい「ニーベルングの指輪」というね、えー、作品歌劇の中に出てくるね 過激っていうかまあもともとは違うんでしょうけれども、はい、私は過激でしか見たことがないんですけれどもそれに出てくるね、えー、登場人物とかぶっているとかね、はいまあ、そんな感じで結構何て言うんですかねあのー、SF だけじゃなくってねいろんな意味のね、はい、あの深くね、えー、上層教育をね若い頃からご自身で多分されてきたタイプだと思います。はい だからあんだけ面白い作品が書けたんだろうなっていう感じですね。で主なねあの作品ですね。えー、はいここにねとりあえず手元にパパッと見つかったものをね、えー、昨日奥さんにあの本棚から一緒にね引っ張り出してもらってね。 はい、あの並べてみたんですけれども一番古いところで私が覚えているのは「えー、男追いんなんですけれども他にもですねこれも私今回気が付いたんですけど子供の時に見てた「高速エスパー」って原作松本零士さんだったんですねはい勉強不足ですいませんでしたあとまあセクサロイドなんでねちょっとあの印象に残ってますね それからあの第四畳半シリーズっていうやつでまあ第四畳半シリーズの後に男を移動が始まるんですけれどもあとミステリー部ですねこれもねこれ私はね高校ぐらいで買ったんじゃないかなと思いますねやっぱそうですね男井戸の1971年だったんですねそれからそうですねあとガンフロンティアですかこれもね割と年いってから読みましたで どこ行っ,か行っちゃったんで結局ねつい先日これね、えー、買い直しましたねはい文庫本先日じゃないですごめんなさい数年前ですねはい年取るとね、えー、先日になっちゃいますはいそれからどうだろうなぁとヤマトですねヤマト冒険王でしたよね最初ね冒険王はやっぱりもう途中から私も卒業しちゃったんであれなんですけれどもそれからえー、っと <laughs> すいません 76年があの帰らざる時の物語ってやつですねあと「コクピット」シリーズこれはね石原裕次郎さんが声優で出ててアニメ化もされましたよねそのあたりだなあと「ハーロック」ですねやっぱりね「ハーロック」って77年から始まってるんですねあとその頃は「キング」でねもうキングの看板でしたね「銀河鉄道39」はね少年キングはあの晩年は「ワイルドセブン」と「39、えー」とあと「少年ロック」でしたっけ なんかそのあで、はもうほとんど私もあんまり追っかけてないなっていうのがぐわーっと続きますけどとにかくこれだけの作品を世に残すっていうのはすごいことですよね。で例えばこの年を取ってくると、まあ、若い頃に憧れてたね映画俳優さんとか、えー、あるいは アーティストのの方音楽の、ね方とかね、あとまあ例えば小説家の方そしてこういうね作劇画作家とか漫画家の方たちどん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 ね亡くなってっちゃって寂しい限りなんですけれども例えば、えー、私の大好きな「スター・トレック」のね、はいえー、劇場版のどれかの作品で主演のウィリアム・シャトナーとレナード・ニモイさんのねオーディオコメンタリーがあってでシャトナー氏の方はね 私が死んだ後もねこうやって映像の中で勝手に自分が動き回ってるのはどうも複雑な気分だというようなことを語られていました。で我々死生の人間というのは、まあ、死んでいってそのまま何も多分残らず家族が忘れ去られた時に本当の死を迎えてこの世から消えていくと思うんですけれども例えばアーティストの方とかまあ松本零士先生もそうですけれどもこれだけの作品を世に残せると。 自分の肉体が滅んでもずっと先までね若者あるいはね中高年あるいは我々みたいなもう、えー、高齢に差し掛かってる人間たちのね心をねときめかせ続けることができるっていうのはねただそれだけにもう新しい創作をしてくれないんですよねっていう寂しさはずっと残るわけですね。 まあ年を取るっていうことはそういうことだって理屈では分かってるんですけどもやっぱり寂しいそんなねその脊良感みたいなのを初めて感じたのはがくなった頃ですかね。小学生の頃ねやっぱり荒野の死人とかいろんな西部劇見て憧れていた俳優さん例えばスティーブ・マック・インが亡くなられたそしてまさかと思っていたあのジョン・ウェインも亡くなってしまったとか。 そこから始まって徐々に徐々に年を取るに従って不法を見るとああの方死んじゃったんだこの方死んじゃったんだ最近ではまあ、数年前亡くなられたあの俳優のロバート・ボーンが亡くなられた時はうわーっていう感じでちょっとショックでしたねもちろんミスター・スポックのレナード・ニモイさんの時にも同じようなショックを感じたものです まあね歌手の方でもね何人かの方ただ歌手の方っていうのは失礼ながら曲をずっと聴いてるんでまあびっくりしちゃったのは松原美樹さんの時ですかねお若かったのもあったんでねそういうのでねかなり寂しい思いをするんですけれどもまああの音楽系のアーティストの方の場合はね曲がいつまでもこう聞けてるんでね、えー、全然なんか身近にいるような感じがするんですけれども。 えー、例えば映画俳優で渡瀬恒、ね、彦さんとかもねしょっちゅう映画で見てるんで全然亡くなられた気がしないですね高倉健さん鶴田浩一さんなんん鶴田一なかもねところがやっぱりこの漫画の世界になるとねやっぱりねしっかりと本として開いて読まないとこう巡り合えないまた再会できないみたいなところがあるんでその辺りね今回ちょっとじっくり読み直してみようかななんていうふうには思っています。 で松本零士さんといえばねやっぱりあのもう晩年というか、えー、2000年ぐらいですかねあの宇宙戦艦大和をめぐるね裁判ということで西崎氏との間で、まあ、いろいろあったなんていうね、まあ、そんなエピソードもありますけれどもその辺りは私なんぞはもう本当にただの不安でしかないんで実際はどうなったのかどっちにも言い分があるだろうとで裁判の結果っていうのは、まあ、一つのね え断片でしかないというふうに捉えていますんでその辺りに関してはまあもう忘れちゃおうかな <laughs> みたいな気がしています、えー、ただこれあのリメイク版の方ですけれどもねリメイク版のこの宇宙戦ヤマトを作る時に総監督の方は松本零士さんの名前とトヨタ有スネの名前をまあ入れるべきだと主張されたという嬉しいエピソードがありますでもちろんその方は我々と同世代ですよね そういうだから法的にどうかということとは別に感情としてやっぱりこの作品ってあの人のイメージだよねみたいなねそういうのをね改めて、はい、感じた次第でございます。特にこの初期のこの劇画版の「宇宙戦艦ヤマト」はねあのなかなかねあの中断しちゃったりねなんだりもありましたしね。はい。 まあそれで権利の問題もあってね、松本零士さん独自のね、大和路線というのもね、えー、創作されていくんですけれどもまあ、いずれにしてもね、まあ、多くの作品で本当にね、当時の若者特に我々の世代もそうですけれどもその後の世代の方くらいまでもね、ワク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 させてくれたっていう意味ではね、本当に本当に感謝しかないですね。 どれかからね、ね、読み直そうか、ね、今動画を撮らせていただきながらいろいろとね考えている次第です。ということで今回の「昭和・改装は特別編」ということで、えー、私の一人語りということで松本零士さんについてお話しさせていただきました。ではまた